この前、はい、もちと電車乗ってて、はい、電車の中で食べていいもののラインってどこなんだろうねって話をしてて、はい、それについてちょっと話したい。確かに。なるほどね。おにぎりは？いや、よくない。でもあのさ、なんかひたひたの海苔のさ、ご飯じゃない。あれは結構しけってるやつね。そう。どうだろう。裏食うよ普通に。鶏五目とか海苔がペッてついてるタイプのやつはさ、匂いきつくない？そうそう、確かに確かに。でもお菓子ぐらいで言ったらガムとかそういう系なら全然食べる。確かにな。それはな。ガムは余裕でしょ。一口でポンって口に入るやつぐらいだったら。あれはじゃあ、こういうさ、スライド式で出てくるチョコあんじゃん。アーモンドチョコみたいな。あれは？あれは別に食べたかったら食べるから。あれは俺もそう。いや俺若干抵抗あるんだけど。マジで？電車の中でさ、こうだよ。そうだよ、ちょっと嫌じゃん。俺多分袋の中でこうやって取って食べるわ。ああ、周りの目が気になるってことだね。うん。俺らが見つけた最強のやつ言っていい？いいよ。バームクーヘンってどう？バームクーヘン別にいいんじゃない？いや、見なかったらいいけど、座ってて向かいの人がバームクーヘン食ってたら何あいつってなる。でもあれだよ、バームクーヘンって言ってもロールじゃないよ。最初こういうやつでしょ。さあ、こういうやつがいっぱい入ってる。それなら俺の4分の1カットぐらいのやつがいっぱい袋詰めしてるやつをこう食ってんの。これめちゃめちゃギリギリじゃない？嫌じゃないけど、何やいつなあいつ。まあ確かにわざわざ食う必要はないもんな。こいつとはなるけど、別によくね？別にいい。基本片手で食えもんじゃない？ウェハース。うわいや、ウェハースは散る。そう知るけど、それダメだよとはならない。なんかビスコ、ビスコ、ビスコ、ビスコは別にいいけど、ビスコはいいんだ。ビスコ食ってても、まあ確かに。バナナは？バナナ臭いか。こもったらやばいよ、バナナ。確かに。おばあちゃんとかがさ、急にむき始めて食ってたらやばいでしょ。やばい。確かに。空いててもね。空いてても。でも俺の頭の中は。椅子ほぼほぼ座ってて、立ってる人がまあいくつかいるぐらいの混み具合の時。でもなんで不快なんだろうね、電車の中で物食って。そのさ、常識は俺らが作り上げたものじゃん。そう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 。でもその常識を作った人が最初にさ、不快だなって感じたってことでしょ？そうだね。で俺らはそこは本質じゃなくて、守ってねえからムカつくじゃん。本当は俺らはビスコならいいんじゃないかっていう、本当は。ビスコはいい、本当はいいと思う。なんかやっぱ異質なんだよね、食ってるやつが。まあ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 、それはそう。浮いてるから。しかもなんかなんでだろうね、やっぱこぼすとかさ、やっぱそういうこと連想しちゃうんじゃないかな。こぼして汚れるっていう連想がきて、はってなんじゃん。なるほどね。そうか。じゃあぎゅうぎゅうのグミは？ぎゅうぎゅうのグミってもうこれぐらいでこうぎゅうぎゅうのグミはお前はなんで食ってんだっつってそんなに食いたいグミ。ぎゅうぎゅうじゃなくてもいいや。そのなんか 120% ぐらい、電車で 100% がつり革が全員埋まってる状態なの、うん、スマホは持てるしグミを持てるぐらいの時のグミは嫌とは思わないけど、お前嫌や嫌かも。いやいや、お前は嫌や。なんかちょっとね、嫌だもん。まあビスコはいい。ビスコバームクーヘン。バームクーヘンかな、ボーダーは。バームクーヘンかよ。バームクーヘン最強だもんね、マジでバームクーヘン。バームクーヘンててててててて。まあちょうど1年前僕たちはね、高校卒業しましたね。そうだね。マジで今日。俺も今日。いやもうね、無理なんだよこういうの俺。悲しくなっちゃうんだよな。なんで？なんか特にその高校がすげえ良かったっていうわけじゃないんだけど、良かったよ、それなりに。うん。そこじゃなくて、なんか取り戻せない過去。ああ、それはやばい。思い出大事だよね。もう俺はこの先一生生きていく中で、80年生きていく中で、もう高校生は味わえないんだなって思うと、それめっちゃ思う。無理。でもなんかさ、めっちゃ覚えてんだけど、あの独特な雰囲気嫌じゃない？なんか言葉では表せないけど、卒業式の雰囲気ってあるじゃん。なんか苦手なんだよ。苦手なの。悲しくなっちゃう。悲しいの分かる。確かに、なんか全ての終末感あるよね。そう本当に終わるんだみたいな。スッと終わるじゃん。卒業式終わったら一生会わんじゃん、多分。会わない人はその時点で。確かにな。悲しいよな、今考えたら。絶対会わないもん、圭介とか。誰だよ。誰だよ。卒業式泣いた？卒業式は泣いてない。むしろ騒いでたもん。中学は泣いた。中学は泣いちゃった。合唱の時につられ泣きした。ああ、俺小学校がね、指揮していて目の前で旅立ちの日に歌いながら、そいつが泣いたのよ。指揮しながらね。そう、指揮しながら泣きやがって、激アツ。泣いちゃった。あれはみんな多分うるっときて。うわ、やばいなったもん。俺小学生の頃もう周りがめっちゃ泣いててつられ泣きしたよ。小学校はさ、ほぼそのまま中学校に上がるからさ、あんまり寂しくないんですよ。寂しくなかった。野中はないですけど。俺らしかわかんない。小6の時に小5だけいるじゃん、在校生で。小5が歌った歌が好きすぎて泣きそうになった。いや、なんかそのイメージあるわ。なんだっけ、あの歌。いや、わかんねえな。大切なもの。それ。ああ。歌詞バチボコに響いてる。めちゃめちゃいい。大切なものはいいよね。大切なもの泣けるもん。俺らの歌より良かった。いや、本当に。旅立ちの日には圧倒的に超える良さ。来るんだよな。やばい。マジであの歌詞はすごい。あれ作ったやつと会いたい。一回対談したい。何を話すの？よかったですね。よかったです。本当に。終わり。めちゃめちゃよかったもん。大切なマロニー。いや、マロニーじゃねえ。っていうね。小学生のその一つの掛け合いがあるんだよね。天子さ、なんかめっちゃツボ入んね。天子なんかあったっけ？なんか何々。はい。あるで。その俺らの中学校ってさ、そのちゃんと壇上に上がって端っこで「はい」って言ってもらって、俺らもそうだよ。そうだったね。そういう形態だったじゃん。一回ツボ入るともう全員おもろく見えんですね。何か絶対ふざけるやついるよね。実況とかし始めるともうやばい。あ、来た。てかもう絶対に笑えないっていう環境でやる。まあな、笑っちゃいけないといえばさ、俺とモッチがさ、前期の受験の時に出願しに行ったの。で出願の時なんか応接室みたいなところでさ、出すの待ってんだよ。なんかこう椅子がこうやってやって。こうだんだん前にこうずれていくんだけど、そこやばかった。どういうこと？おもろすぎて。いや、もうおもろすぎて本当に何したか覚えてないんだよな。もうずっとなんかヒカキンゲームした。しょうもないよ。めちゃめちゃおもろい。中学生乗りなんだよね。やばい。出願の時のヒカキンさんやばい。本当に面白い。本当にやばかった。出願ヒカキンおもろい。しかも下手したら落ちるもん、そこで。下手したら落ちるかもしれない恐怖を背負った笑ってはいけない。やばい。ずっとこうやって人生かけて笑ってるよね。周り真面目なの。そう、めっちゃ周りこうやって待ってるのに俺らだけ手落ちるだろ、そんなやつ。落ちました。餅だけ落ちて。シンプルに学力がもう雑魚でした。ありがとうございます。あれがね、人生で一番やばかったね。笑ってはいけない瞬間で。おもろいな。めちゃめちゃおもろい。